カグヤは豊かの海の東の縁を南下し、直径127km のラングレヌスクレーターの上を通過しました。ラングレヌスの壁は段丘状で、真ん中に中央丘があります。ローゼ、ラメ、フェンデリヌス、ホールデンという4つのクレーターが並んでいます。